パスパ文字は13世紀にモンゴル語など大元ウルスの各種言語表記に用いるために制定された表音文字上から下へと縦に綴るパクパ文字方形文字とも呼ばれるパスパ文字は発明から100年間ほどしか使われなかったがチベットでは1642年に発足した元年ポタン政権の下でダライラマが チベットハルハオイラトなどの諸国のモンゴル人、王公たちに称号を授与する際、印象に称号を刻むための文字として採用された。パスパ文字で書かれた元朝の直令。左右へ読まれる。漢字、パスパ文字の印象、盲古寺院の、シャホンモンゴル帝国の大元ウルスで国師であった、チベット仏教のラマ、パスパが、クビライハーンの命を受けて、 大元ウルス下のすべての言語を表記するための教養告示として作成した。従来、モンゴル語表記に使用していたウイグル文字は、モンゴル語の音をすべて表記するためには不完全であり、大元ウルスが支配下に置いた地域で広く用いられている、中国語のような全く異なった音音韻体系を持つ言語に使用を広げるのは、非実用的であった。また、元より先に、 下北に存在した量や金も独自の文字を持っていた。このため、元のクビライは、大元ウルス全体で使用するための新しい文字の設計をパスパに命じた。パスパは、おじのサキャパンディタが考案した文字をもとに、モンゴル語や中国語などを包含するように、チベット文字を拡張した。1269年3月、パスパが作成した文字は、元の告示として交付された。 パスパの没後、テムル、カイシャンの時代、南ボイン、コーチアザ、サイオキジなどのパスパ文字の細部の仕上げがされた。この成果としての38字は、その形状に基づき、方形文字などとも呼ばれるが、今日一般的にはパスパ文字として知られている。元朝時代にはパスパ文字は、猛虎アザ、ないし、猛虎神事と称されていた。時代の起源が、 横書きのチベット文字にあるにもかかわらず、以前のウイグル文字や漢字と同様に縦書きであり、かつ、ウイグル文字と同じく左から右へ書かれる。眼調の公的文書や碑文には、中国語、パスパ文字で表記したものも残されているが、すべて漢字兵器の形として書かれている。縦書きで漢字との兵器に馴染みやすいという利点もあるが、成長を区別できない表記法であるため、 意味の誤解を生みやすく、単独での使用には耐えなかったためである。しかし、モンゴル人などが漢字を学習する場合には、およその読みが分かって、効率を高める働きがあった。また、通常の解書体の他に、画数を増大させた、転書体も存在し、印象などにも使用されていた。十七世紀、モンゴル系のオイラとの支援で成立した、チベットのダライラマ政権の下で、 パスパ文字は印象の因面を刻むための字体の一種として、大々的に復活を遂げ、ダライラマ自身の印象や、ダライラマがチベットやハルハ、オイラトの王公、貴族たちに半本退治、ジノン退治などの称号を授与する際に、贈られる印象を刻むのに使用された。現代に出版されたチベット文字の各種字体の学習帳にも、シンホル文字として収録されている。パスパ文字表記での ウィキ1269年の制定以降、皇帝聖子などの中央から発給される、モンゴル語の命令文書や碑文、印象、廃止、貨幣などに使用され、それらの異物も多い。また、モンゴル語以外にトルコ語を音舎したケースも存在する。近年、元朝時代にパスパ文字で書かれたモンゴル語による皇帝聖子などの命令文書や、 それを濃くした碑文が大量に発見されており、それらはパスパ文字モンゴル語文と漢字文の合璧秘碑文や、中には伝統的な漢字の文語文にパスパ文字による音赦を並み記したものも存在する。極府の穴病には1307年に収められたパスパ文字と漢文を併記した碑文が現存する。現存しないが、公共や史実眼、上眼西洋などの貫石類も、 武装解散などの命によって、パスパ文字モンゴル語訳がされて、それらが印刷されたことが、辞書に記録されている。漢字の中音に、パスパ文字を用いた、現存資料としては、辞書、印書、猛古印があり、類書、こと後期の現代漢本では、百貨生の項目に、漢人の生のそれぞれの音に対応する、パスパ文字が並記されている。近年の文書研究では、 公文書の書式例文に、官僚たちが押した署名や印象に、パスパ文字が用いられた形跡が確認されている。しかし、幾何学的なパスパ文字は早書きに適していないために、普及せず、一般には便利なウイグル文字が使用されることが多かったと考えられている。その後、1368年、眼長が明朝の攻撃を受けて北走すると、 幅広く認められないままに急速に使われなくなったと考えられていた。しかし近年の調査で北限以降もモンゴル高原周辺のモンゴル王公や仏教寺院において印象や門批の祈願文などに転承体のパスパ文字が近代になるまで使用例は減少していたものの使い続けられていたことが判明している。17世紀に入り、オイラとの支援で チベットにダライラマの政権、ガンデンポタンが発足すると、ダライラマがチベットやハルハ、オイラトの諸国の王公、貴族たちに授与する称号を印象に刻むための文字として、再び広く使用されるようになった。現代チベットでは、パスパ文字は、猛虎文字と呼ばれ、印象や装飾文字に使用されることがある。現代に表された膨大な文書資料は、当時の漢字音である、 金郊音を記録している歴史資料として価値があり、脱熱誓う、細微表などの現代の言語学者により、中国及び他のアジアの言語変化に関する手がかりとして研究されている。パスパ文字とハングルの比較朝鮮の歴史やハングルの研究で知られ、コロンビア大学名誉教授であるガディレットヤードは論文で、ハングルは元朝のパスパ文字を参考にして考案されたという。 説を唱えているレッドヤードの主張の根拠の一つは、訓民正音にあるハングルの字型についての造形字アザ方古典という記述である。伝統的には、この記述にある古典は、古い天書体の意だとされるが、レッドヤードはこの古典は当時、モロコ展示の名で知られていたパスパ文字を指すとしている。レッドヤードはまた、ハングルの字母に、 パスパ文字と字体が似ているものがいくつかあり、いくつかの合成字母についても作り方がパスパ文字に似ていることを指摘している。パスパ文字をハングルの基礎だとする見解は、レッドヤード以外の研究者からも出されている。パスパ文字に用いるユニコードは、バージョン5.0以降で、UA840 から UA87 回である。文字のほか、記号等を含む56字が割り当てられている。 ありがとうございます。